1983年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第11回大会となる。全12戦でタイトルが争われた。今回までにスケジュールはより安定化し、年に1、2カ所のみの変更となった。1983年はブラジルに代わってアルゼンチンが復帰することとなった。アウディのハンノミッコラが前年度チャンピオン。 ランチアのバルターロールとそのチームメイト、マルク・アレンを打ち破って、タイトルを獲得した。ランチアはアウディを2ポイント上回って、マニファクチャラーズタイトルを獲得した。アッティリオ・ベッテガがドライブしたランチアラリー037、前年度チャンピオンのバルターロールは新たに、マルティーニレーシングに加入、チームメイトのマルク・アレンと共に、新型のランチアラリー037をドライブした。一方、アウディスポーツは、 前年の成功を引き継いで、ハンヌミッコラとミシェル・ムートンにアウディ・クワトロ・ A1 を託した。アウディはまた後のチャンピオン、スティグ・ブロンクビストも起用した。ロスマンズ・オペルは元チャンピオンとアリバタネンと同じくフィンランド人ドライバーのヘンリー・トイボネンを起用して、オペルはスコナ400を投入した。ハンヌミッコラのクワトロ・ A2 シーズンはドライバー、マニファクチャラーともに激しく争われた。 ワークスの戦いはすぐにアウディとランチアが中心となった。両チームの車は12戦で10勝を挙げ、36の表彰台のうち30を独占した。ランチアはマニファクチャラーズランキングをリードし、1970年代半ばに3度のタイトルを得て、以来のタイトル獲得となった。アウディのパフォーマンスは印象的で、シーズン前半は2位に止まっていたが、 最終4戦では3勝を挙げ、ランチアを捉える寸前まで追い上げた。ドライバーズタイトル争いはそれほど激しくなかったというわけではなく、マルティーニレーシングの2人がシーズンを通してポイントを獲得したものの、アウディのミッコラがそれを上回った。ミッコラは4勝と7つの表彰台を得、結局安全なマージンを得てタイトルを獲得した。チームメイトのブロンクビストも、 印象的な活躍をし、最終戦で勝利し、ランキング4位を得た。しかしながら、ムートンのシーズンは、期待外れなもので、ポイントを離されて、ランキング5位となった。一方、ロスマンズ・オペルは思うような結果を残せず、サファリで得たバタネンの勝利がハイライトとなった。これはオペルにとって、唯一の表彰台となり、バタネンは、ランキング6位となった。 前年同様ドライバーズランキングは、前線の結果が有効であったが、マニファクチャラーズランキングは10戦のみが有効となった。ドライバーズタイトルのみのイベントは、スウェーディッシュラリーとラリーコートジボワールであった。ありがとうございます。